ワスレグサヘメロカリスフールバは、キスゲ赤の多年草の一種。抗義には、ワスレグサ族のことを指し、その場合は、日光キスゲなど、前提下もユースゲもワスレグサに含まれる。また、長崎の男女群島に自生する東刊像なども、ワスレグサと呼ばれる。ワスレグサは、花が1日限りで終わると考えられたため、英語では、デリリー、独語でも、タグリリーと呼ばれる。 実際には翌日、または翌々日に閉化するものも多い。中国では肝臓と呼ばれ、菌診、防有草などとも呼ばれる。紫化の忘れな草さとは無関係である。以下、参考までに、前提下群、頭肝臓以外で肝臓と呼ばれているもの。の肝臓の花浜肝臓ヘメロカリスフールババリエーション。リテレア、静岡県松崎町付近サポニンの分子構造。 睡眠作用があるとして研究されている。若葉はおひたしにして酢味噌で食べる。花のつぼみは食用され乾燥させて保存食とする。中華料理では主に金神ゲ、忘れ草と称する花のつぼみの乾燥品を用い、水で戻してスープの具にすることが多い。沖縄県では踏み似や精神安定に効果があるとして、クアンソウ茶や アンソーを用いいたサプリメントもも販売されれててるる根は小薬としても使われる外見特に花の様子が非常によく似た植物にキツネのカミソリがある。キツネのカミソリは外用薬として使われることがあるが、リコリンなどの毒成分を含むため口に入れると中毒を起こすので注意したい。キツネのカミソリは他の雑草などが美味しぎる時期になると葉を落とす習性があり。 カキはちょうどそのような時期にあたるのでそれで区別ができる。つぼみなどを摘む際は、家系の根元を見て、葉があるかを確認するとよい。和歌では、夏の季語、および悲しいことがあった心境を表す言葉として、読まれる。忘れ草が木も茂みに植えたれど、衆の収葬なお恋に、蹴り、万葉集巻十二三千六十二話が、宿の軒の木の枝創生悲たれど恋忘れ草みれどいまだ。 生ひなく、万葉集巻112475。ありがとうございます。